皆さんこんにちは、高松博文です。僕が最初に YouTube にですね、サンズアンプの動画を投稿したんですけど、その動画にですね、コメントでカージアのペダルをベースに使用している動画を見てみたいという、そんなリクエストをいただいたので、ちょっとね、カージアンって、なんていうんですかね、基本的にはレンジが広く取られているので、ギターだけじゃなくてベースでもいい感じに使える機種が多いんですよ。それで、まあそのコメントには機種の指定まではなかったんですけど、で、どれがいいかなと思った時に、僕がね、個人的に一番ベースと相性がいいんじゃないかなと思っている、このカジアのクロロホルムという機種を選びました。で、このクロロホルムという機種なんですけど、基本的には、ブースターとか、ロゲインのオーバードライブという位置づけなのかなという感じがしますが、このドライブを上げていくと結構歪むので、割とディストーションっぽいところまでいけるのかなという印象ですね。で、コントロールは、左上から、ボリューム、で、左下がベース、右上がドライブ、右下がトレブルとなってます。信号は、フェンダーのプレシジョンベースから TC エレクトロニックのルーパーに行って、そのフレーズをループ再生して比較していきます。それではまずバイパス音からチェックしていきます。次に、クロロホルムを、今ね、画像の位置、ドライブが0で、それぞれの EQ をセンター位置にして、まあ、ボリュームは合わせてあるので、その状態でちょっと、聞いてみてください。ちょっとね、バイパス音に比べて、ハイの部分が丸くなるというか、それで低音も少し上がって聞こえるので、もしかしたらこの位置がフラットな位置ではないのかもしれないんですが、まあ、わかりやすい位置として、この位置を選びました。で、結構ね、なんていうんですかね、こうハイは丸くなると言ったんですけど、まあ輪郭はなくなるわけじゃないので、この状態でボリューム、レベル稼いであげて、ブースターとして使うこともできますし、ただね、このセンター位置にしただけで、いい音が出てるのかなという、そんな感想です。で、次は、ゲインのね、変化をチェックしていきます。こう歪みますね。まあ、ゲインマックスだとそうですね、やっぱりベースだとディストーションくらいまでいけるので、割と飛び道具っぽくも使えるのかなという印象ですね。次に、それぞれのね、EQ の機器をチェックしていきたいと思います。ゲインは分かりやすく真ん中くらいで試していきます。
ベースはゼロでも割としっかり出ててくれるので、そうですね、もしかしたらセンターの位置でもすでにちょっとブーストされている状態なのかもしれないですね。さっきね、こう通しただけだと割とハイの部分が丸くなるっていう話をしたんですけど、このね、その丸くなる部分よりトレブルの効きがこう上の部分に効くんですよ。なのでこう輪郭は丸く、なんていうんですかね、ハイは丸くなるんだけど輪郭はしっかりあるみたいな、すごく不思議なこうニュアンスが出るんですよね。それがこの機種のちょっと個性なのかなと僕は思いました。じゃ最後に、僕のおすすめセッティングというか、僕が普段使っているセッティングをちょっとチェックしてみたいと思います。そうですね、ベースとトレブルをこうメモリで言うと7くらいまで上げて、ドライブは3.5くらい、ボリュームはまあ適宜合わせる感じで使ってます。まあローゲインのドライブっていう感覚が近いのかなっていう感じですね。あとこの機種すごくボリューム、ピッキングの強弱にボリュームというか原因がついてきてくれるので、しっかりピッキングするとしっかり歪む。で、弱くピッキングするとその原因が落ちるっていう、そういうニュアンスをつけて弾くのもすごく楽しい機種ですね。はい、では、カージアンのクロロホルムをチェックしてきたんですけど、いかがでしたでしょうか？もしね、なんか、この動画を見て、あ、これ良さそうだな、なんて思った方がいらっしゃったら、ぜひ、楽器店などで試奏してみてください。とても良いので、僕は個人的にすごくおすすめです。では、ご視聴ありがとうございました。また。